東京ヤクルト。まあ、とてもずっと緊張しておりましたし、思ったよりあっという間に時間が来たので、少し驚いております。投手も野手の方もとても素晴らしい偉大な先輩方がおられるチームなので、まあ、そういう環境で野球ができるということを、まあ、そのいろいろな経験をしていろいろ吸収していきたいなと思っております。今まで野球をしてくる中で、まあ、プロ野球選手に憧れてずっと野球をしてきましたので、プロの世界に入ったら、まあ、いろいろな方に憧れを持たれるような素晴らしい選手になりたいなと思っております。そんな山下選手が憧れている選手はいらっしゃるんですか？まあ、ずっと大谷翔平選手に憧れて野球をしてきたので、まあ、そういった偉大な選手になりたいなと思っております。まあ、球速は練習の時に意識して、まあ、やっぱり165キロ常に目標に持って練習していきたいなと思っています。